オブリビオンという曲です。さっきね、最初の方でそのハバネラのリズムの話をしました。まあ、タンゴの4ビートの前もハバネラのリズムだったよという話だったんですが、これはハバネラの、しかもゆっくりの、リズムで一応できているということになっています。ハバネラのゆっくりのやつというとですね、まあ、田舎の、要するにさっきも言いましたけど、そのパンパ、草原地帯ですね、草原地帯のガウチョの人たちが時々使うリズムでもあるんです。だから、実はこのゆっくりのハバネラのリズムっていうのはですね、タンゴとフルクローレがちょっとだけつながってる、うっすらつながってる唯一の世界とも言えますね。まあ、そのリズムを利用して、まあ、ピアソラが、エンリコ4世っていうマルチェロ・マストロヤニが主演してたイタリア映画のために作ったサウンドトラックです。はい、じゃあ行ってみます。